青梅マラソンの30キロコース、スタート地点から折り返し地点まで下見をしました。まずここはスタート地点の手前1キロの地点、最後尾の選手はこの辺りからスタートです。ここが正式なスタート地点、最後尾の選手たちはここを通過するまでに10分くらいかかりますね。そしてここが折り返し地点、今回はここまで下見をしました。よし、いきなり買い食いですか。下見なので結構のんきですな。コロッケを食いながら歩くんですね。当日走るんだよ、ここ。途中でこんなコロッケなんか食えないですね。食ってる場合じゃないよ。何もぐもぐ言ってんの。でもさ、東京マラソンだ。口の中に食い物入れながら喋っちゃいかんよ。まったく。当日はこれ信号止まんなくていいんだよな。何言ってんだよ、当たり前じゃん、本当に。今日は真面目に止まると。はいはい、今日は交通ルールは守って。この辺からもうだんだん、ね、青梅宮の平の間ちょっと上りになってきました。上り坂は要チェックです。またあの辺から一段ガクッと角度が上がってて、で、あそこで、その信号あたりからね。そうそう、で、あの辺からまたガクッと落ちるんだろうな、走って。あ、普段がちょっとあんだ。いやいやいや、速度があそこでガクッと落ちるから。この石垣が明らかにこう、左右、そう、4個が、4段が3段になってるし、る石垣が、ここちょっと坂道の激しさを物語る。せっかく登ったのに、ここでまた下らなきゃいけないんだ。ちょっとなんか、はい、飲み物を買ってみた。飲み物です。何がいいかね。コロッケ食べたら喉乾いたって。はい、釣り線の取り忘れに注意しましょう。はいはい、ミネラル麦茶か。ここまた下るんだね。下るってことは上るんだ。帰りは上りかよ。下るってことは上りだ。帰りはね、味は赤坂。お、値段は多いですかね。この山城屋つ料理屋さんがやっぱり気になるみたいです。写真を撮っております。一兵衛さん、どうなのよここ。え、鍋物が名物。いいねいいね。あのちょっといい雰囲気ですね。忘年会の候補地、鴨鍋、ね、2500円らしいです。宮の平の前、うん、帰りね、宮の平の前、それから宮の平と青梅の間でもちょっとあると。帰りの上り坂を考えてですね。もう 5.5 キロ超えてるよね。この時点で、まあ、40分ぐらいかもしれない。まだね、だから まだ6分の1ぐらいしか来てないんだよ。ここはちょっと微妙に上り坂になってますね。食べたことあるへそまんじゅうって。へそまんじゅう本舗の近くにやってまいりました。あれさあ、まんじゅうの中に真ん中にそうそうごまが入ってるんだよね。へそのごまに見立ててごまが入ってるんですな。その食べてる時に本物のへそのごまを思い出して、おいおいおい、それはちょっと食欲がなくなるな、それ。一回渡った方がいいかもしれないね。こっちは危なそうじゃん。へそまんじゅう食べたいの。食べな食べな。そうなんだ。へそまんじゅう美味しいよ。本当美味しい、ここのへそまんじゅう美味しいですから食べてください。よし。買ってけばいいじゃん。ここでへそまんじゅう買ってさ、食いながら歩けばいいって。へそまんじゅうなんか買わないだろ、走ってる間。だから今買えばいいんだよ。今買って食べながら歩けばいいじゃん。ほら、またなだらかに登るよ。なんだ、買わないんだね。ここ下りだよ。下りってことは上りか。やばいね、たくさんあるってことだよ。
あ、上り下りが、アップダウン、うん、アップダウンがね、崖っぷちの微妙にあるみたいですな。釜飯が今度は釜飯屋さんですな。体にいい食事とか、ね、奥多摩釜飯ちょっと気になる。マジで坂だね。釜飯屋さんです。二股大橋っていうのね。はい、二股大橋です。こっからが、ああ、みかんなってる。鎧坂の始まり。だよ、あ、すげえ。なってるよ、ここ。すげえな。こっからね、長い下り坂がね、始まるんだよ。試しに走ってみるわ、ここ。うん、試しに走ってみると。まあ、下りだからね、上りで走ってみようとはなかなか言わない人たちですな、この人たちは。下りだと試しに走ってみよう。下りからはゆっくり行こう。脱力して行けば行けるけど、これ登るとなるとどうするの？大変だよ。登りは辛いぞ。もうくるみ落ちてる。くるみ。あ、くるみ拾え。帰り拾ってく、これ。そうだよ、拾ってけばいいよ。え、あ、そうか。あ、帰りは電車で帰る予定だから。これがあれか。これ。これが鎧橋だよ。ほら、だからこっからが今の坂が始まって、帰りの難所っていうことですな。大変じゃん。うん。ただすごいたくさんあったじゃん。ここに来るまで。意外とあった。あ、開いてる。開いてるね。沢の井の小沢酒造さんですね、ここは。小沢酒造さんをちょっと過ぎて、タイヤマンまで走ります。で、頑張って走れって、あっという間にタイヤマンに着いちゃった。はい、よし、タイヤマンまで来た。圧倒的に歩幅が違うよね。きついよ、ここやっぱり。帽子を取って、こっからこの辺から、はい、八尾急、ちょっと真面目に走るかな。ちょっと真面目に折り返しまで走るモード。走りますか。折り返し地点まであと 3.3 キロですな。 3.3 キロ、頑張って走れ。大丈夫大丈夫、よし、じゃあこれでちょっとここから走ります。ゆっくりゆっくり行ってください。ゆっくり、ちなみにこのカタカタいうのはカメラの音ですね。それから手でも、あ、手で持って走って、ウェアラブルカメラバッテリー切れですね。これでカメラを持ちながらですね、折り返し地点まで頑張って走りたいと思います。カタカタする音はなくなったけど、風きついかも。風の音が入っちゃう。もうちょっと下り坂になって、風がうるさいですね。ちょっとね。まあでもウェアラブルよりも手持ちカメラの方がなんかよく撮れてんじゃね。画面も明るいし。結構腕が疲れます。腕疲れるな。鴨せいろそばが、はいはいはい、次はそば屋です。おすすめのそば屋、手打ちそばの桐山です。桐山ですね、はい、結構何にも喋らずに黙々と喋る、少し笑わせて黙々と走るのはジョークを言ってください。なかなか退屈なものでございます。何かギャグを一発、息が苦しくなってきて、はい、冗談なんか言ってると、はいはいはい、心肺機能がとっても心配です。はい、全然面白くないね。ダメダメ。またこっからちょっと坂になってますね。お、何何、あ、出ました。ここでお決まりの固定カメラですね。はい、固定カメラで自撮り。はい、そしてカメラ回収に戻る。これが結構疲れます。師匠、サワコに差をつけられて。はい、こんなことやってるから。まあサワコさんに差をつけられてしまいましたね。はい。あ、やっと追いついた。まだまだ。あ、そして追い抜く。追い抜きました。
カメラを持ってるのは疲れたから一旦ここで撮影を切ります。はい、はいはい、ではまたさようならということで、折り返し地点、はい、近くになりましたら皆様にお会いしましょう。はい、これではそれでは一時ここで、はい、さようならということで失礼します。はい、はいはいはい、ということであっという間に折り返し地点、河合の駅を過ぎました。もうそろそろ折り返し地点のところに来るはずですから頑張って走りましょう。はい、あ、お、見えました。見えましたか。見えた見えた。折り返し地点、折り返しポイントです。ついに来た、青梅マラソン30キロ折り返し地点です。はいはい、よく頑張ったね。おめでとう、おめでとうございます。でも本番ではこの倍走るんだよ。頑張れよ。はい、ちょっと今日はすでにお疲れモードであります。はい、往路はほぼ上りなのですが時々下り坂もあります。折り返し地点以降は下りだけに思えて安心しがちですが、袋には二股を駅手前に心臓破りの鎧坂、宮の平駅前の上り、その他小さな上りがあります。頑張りましょう。